皆さんこんにちは、ワンダリグリシです。では今回は帝国劇団法バックキット大日本帝国海軍駆逐艦縛りプレイ続けていきたいと思います。ここまで駆逐艦のみでね、ご覧のように太平洋の大半を攻略進めてきたという状況です。今回はイギリスをね、追い詰めていくためにオーストラリアの攻略を行っていきたいと思います。そのためにソロモン、そしてオーストラリアと2つね、攻略を進めていく予定です。その前に、小型ディーゼル機関の2が開発完了してますので、最初に新しい駆逐艦を設計していきたいと思います。はい。新しく小型ディーゼル機関の2を搭載した、高速の駆逐艦設計してます。まず、手法なんですけども、前20門、後ろ8門、15センチの両方を搭載しています。さらに魚雷は5連装3機に減らします。5連装5機にしていたんですけども、前段撃ち尽くす前に沈められてしまうので、ここはね、5連装3機と、魚雷のね、搭載数を減らしています。その分、航行速度を46ノットというふうに上げてますので、敵に近づいてね、魚雷を確実に当てていくということにしていきたいと思います。じゃあ、これを、どうしようかな。島風下位にしていたんで、スーパー島風とかにしますか？なんか、いきなり横文字が出てきましたけど。まあ、あまりね、横文字は使わないとか、そういうし、ことは気にせず、スーパー島風にしましょう。では、このスーパー島風を今後量産に乗せていきたいと思います。では、まず今回の攻略目標であるソロモンの状態見ておきましょう。ソロモンなんですが、第1、第2、第3と3つの飛行場。このうち第2飛行場には45機航空機配備されています。なので、一番最初に破壊したいのがこの第2飛行場ですかね。その先、オーストラリアも見ておきましょうか。オーストラリアは50機ずつ航空機3つ配備されているという状態です。ここにね、攻撃を仕掛けていきたいと思います。では、第2飛行場を一番最初に破壊したいので、最も揚陸艦が多い5隻を要する第15艦隊を第2艦隊に、残りをですね、第1、第3飛行場にと、向かわせていきたいと思います。ではソロモン沖攻略始めていきましょう。ではまず第一飛行場の方に揚陸艦、接近して陸戦隊を投入できそうですので、これから始末をつけていきましょう。敵の艦隊はまだ発見できていません。では、陸戦隊全部出した揚陸艦は撤退していきましょう。第一飛行場の攻撃始まっています。さあ、敵の艦隊発見してます。揚陸艦を守りたいんですが、揚陸艦の行くその先に敵の艦隊がいそうなので、揚陸艦を切り離して、ちょっと迂回させてでもね、確実に敵の飛行場を破壊させに向かいましょう。残りの艦隊は敵の攻撃に向かいます。第2艦隊は敵に魚雷を当てていきましょう。第2飛行場に対しては揚陸艦を近づけて陸戦隊を出していきましょう。出したら撤退します。敵のどうだろうな、これ艦隊思ったより規模が大きいな。空母もいますね。揚陸艦は守りたいので、このまま敵がね、離れていってくれれば、まず、作戦としてはね、成功できるかなという気もするんですけどね。敵の艦隊を追っていきます。敵の空母は撃沈。全艦隊、敵を追っていきます。雨が降ってるうちに揚陸艦をね、敵に近づけたいなと思ってるんですが、揚陸艦は20ノットしか出ないので足がちょっと遅いというのと、敵の攻撃を受けてね、ちょっと中大破してるものが出てきてますね、揚陸艦で。
ちょっとあんまり良くないのか、敵と1対1で戦うようなそういう感じになってしまってるんでね、駆逐艦の足の速さを生かして敵に取り付いて集団で魚雷を打ち込んでいくっていうね、ちょっとそういう戦いが今できてないですね。さあ敵の艦隊は、撤退し始めていますね。我々の方はちょうど雨が止んできてしまったんですけども、陸戦隊を敵の最後の飛行場に向けて出撃させているという局面です。はい、ソロモン沖海戦勝利してこの海域占領しています。味方の方ですが、第一艦隊がね、壊滅してますね。敵の方は戦艦を逃しています。では、オーストラリアの攻略まで一気に進めていきたいと思います。では、スーパー島風型が開発完了してますので、今回このスーパー島風型をね、数作っていきたいと思います。今までの島風型、あるいは、島風海型はですね、まあ、2週間で建造完了してたんですけど、このスーパー島風になってから3週間かかるようになってるので、よりね、先を見据えた建造計画がね、必要になってくるかなと思います。あとはこのスーパー島風はスーパー島風でまとめたいので、一定のね、艦隊規模になる分、まとめて建造を行っていきましょう。で、この次はですね、オーストラリア攻略を行っていくんですけども、ソロモン沖海戦で駆逐艦、だいぶ失われてしまっているので、今そのね、駆逐艦をソロモン沖の方に補充かけているところですね。この補充が一定の目処が立ち次第、オーストラリアの攻略に着手していきたいと思います。では、オーストラリア攻略戦始めていきたいと思います。でオーストラリアには艦隊1個だけ、しかも3隻のみというのを確認してますので、ここは一気にね、敵の主要拠点であるオーストラリア、この攻略を行っていきたいと思います。では攻略戦始めていきます。ではオーストラリア大陸にね、全ての飛行場集中してますので、全艦隊オーストラリア大陸に向かっていきたいと思います。ちょっとねスパイが十分に入っていない状態での戦いにはなってしまうんですけども、ここはスピードを優先していきましょう。敵の艦隊増援されると厄介ですからね、増援が来る前に叩いておこうという作戦です。まず敵の飛行場を発見してます。そしたら早速ね、陸戦隊を出していきましょう。では今画面に映っている飛行場に対しては陸戦隊がね全部出ました。もう一つの飛行場の方に向けても陸戦隊がね投入できそうなタイミング近づいてきてますので、タイミング見て陸戦隊を投入していければいいかなと思います。航空機が早くも飛んでるな。ここはただ飛行場の破壊は完了しましたね。1つ目の飛行場は攻略完了。では2つ目の飛行場の攻略の方に入っていきましょう。護衛機攻撃機が飛び始めてますね。ちょっと損害が出たとしても、ここはオーストラリア攻略をね強行していきたいと思います。3つ目の飛行場はここにありますね。今回は艦隊戦らしい艦隊戦はなく来てますね。イギリス軍はね、ヨーロッパでドイツ軍との戦いに、まあ、戦力をね、使っているっていう状況だと思いますので、まあ、そういう意味では、序盤でね、ドイツの救援のために地中海まで進出した甲斐はあったのかなというふうには思います。では、2つ目の飛行場に対しても陸戦隊全部出ましたので、陸戦隊の攻撃に期待したいと思います。では最後の飛行場の方に、
攻撃に着手しましょう。雨が降ってきてくれてるのは好条件ですね。2つ目の飛行場の破壊も終わっています。まあ、陸戦隊が、ね、5個出たので、まあ、問題なく攻略完了というところですね。では最後の飛行場の攻撃に向かいます。ここは揚陸艦を護衛して敵の飛行場まで近く寄ったらですね、駆逐艦は脆いので撤退させましょう。あとは陸戦隊に任せます。陸戦隊を出したら揚陸艦も撤退。ちょっと待ってね、これは陸戦隊があっけなくやられてしまったパターンだな。となるとちょっと無理をしてでもやっぱりここはこのオーストラリアをこのターンで攻略したいので、駆逐艦の貧弱砲で敵の飛行場を破壊しましょう。だいぶ被害がね出ると思うんですけども、ここはそういうもんだと諦めましょう。大丈夫かなこの貧弱砲で。揚陸艦4隻使ったんですけどね、3分の1どころか5分の1ぐらいしか削れてない感じがちょっとしますね。ちょっとこれは攻略が難しそうだな。次のターンに持ち越しましょう。損害がちょっと大きすぎるかな。はい、一つの飛行場の破壊ができませんでしたが、次のターンで確実にね飛行場を破壊していきます。では続いてオーストラリアに攻撃をかけます。少し艦隊戦力ね、減衰してますが、ここは敵の艦隊もいないという状況を踏んで最後の飛行場の攻撃に入りましょう。陸戦隊をね、さっき攻略が終わらなかった敵の飛行場に向けていきます。雨が降ってくれる好条件も重なった。これだったらなんとかなるかもしれないな。ここまで来たらもう護衛は必要ありませんので、駆逐艦を離脱させて揚陸艦だけで敵の基地に突入していきます。さあ陸戦隊出ました。あとは陸戦隊に任せましょう。さっきはね、陸戦隊4つ出してほとんど削れずに終わってしまったので、今回はね、しっかり対処してもらいたいな。はい、オーストラリア攻略完了です。オーストラリア取れたのはね、我々としては資源、特にお金がね、足りなくなっている状況を考えると嬉しいし、イギリス軍としてはね、この資源地帯オーストラリアを失ったっていうのは大きいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、ハワイ攻略を見据えて、南太平洋からハワイ攻略を行っていきたいというふうに思います。スーパー島風も数が揃いそうですね。これでハワイ攻略に弾みがつくかなと思います。